俺のおすすめのアーティスト、おすすめのアーティスト、おすすめのアーティストか、むずくない？方角でしょ？おすすめのアーティスト、でも俺なんか結構ずっとラットが好き。あいつの歌詞すごい。俺が説明するとすごいチープに聞こえるわ。なんかラットウィンプス結局作詞力エグすぎてなんかもう無理だわ。独特だよな。なんかラットめっちゃ好きだわ。ライブも行ったし。ラットのライブね、俺絶対説明っていうアルバムが出た時に、なんかライブ行ったっちゅうか、なんかその時超震災が起きてね、なんかライブの名前が絶対延命に変わったのよ。で、その絶対延命っていうライブに行ったっちゅうけど、なんかね、ミラーボールが下にくっついとって、上から光を当てて、なんかミラーボールをなんか床で回しとって、なんか意味わからん光の反射させとったじゃん。すごくないな、子供。そういうのも、演出から、もう、いや、すごいなと思って。俺、あれ、結構衝撃に残るライブの一つだったわ。いや、天才だったわ、マジで。ミラーボールは上につけるものだと思ってた、俺。まさか下につけてあんなに綺麗になった。おぉ、いい目見ろよ、おやすみな。寝れる幸せをかみしめな。俺、寝るの好きなんだ。いっぱい寝ようぜ。いい目見ろよ。そう。俺さ、マジで、なんかミラーボールって普通上にくっつけるもんだと思うじゃんかよ。おい、下にさ、下にミラーボールくっつけて上から光当てようなんてさ、すごいなと思ってさ、なんかすげえなって思った。でもなんかちょっと俺が全部チープになっちゃうわ、そもそも世代的に。ファンモンはちょっと爽やかすぎたかもしれん。ファンモンはな、俺なんかちょっと前に前歯かけた時にファンモンのジャケット真似してなんか写真撮ったことあるけどぐらいだな。別に俺ファンモンめっちゃ刺さったかって言われるとどうだろう。あ、でも俺、当時の曲は、B フリー好きだった。B フリー知ってる？ネガティブハッピーチェーンソーエッジっていう映画の主題歌だった。B フリーめっちゃ好きだったな。